である淡水魚のハックルバックにちなむ。ショベルノーズ・スタージョン・ハックルバックは1942年8月15日にペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で寄港する。1943年5月30日に WL ライト夫人によって浸水し、艦長フレデリック・イージャニー少佐の指揮下1944年11月7日に収益する。 ニューロンドンでの訓練後、ハックルバックは12月24日に、キーウェストの艦隊ソナー学校に到着した。同所で2週間の訓練を行った後、パナマ運河地帯のバルボアで訓練を行い、1945年1月25日に、真珠湾に向けて出港する。真珠湾に到着後さらなる訓練を行った。3月6日、ハックルバックは最初の紹介で、 日本近海に向かった。当時、日本の商船の数は、潜水艦、航空機、その他によって最盛期のおよそ10分の一の数となり、ハックルバックは、その紹介活動において目星目標に、遭遇することはなく、3月20日に特設艦指定と、交戦したのが、この紹介での唯一の戦闘記録だった。この戦闘は、特設艦指定が、 海岸に近づき誘い込もうとしたため攻撃を中止した。しかしながら、この紹介活動で、ハックルバックは、戦艦ヤマトの激沈に対して、重要な役割を果たした。ハックルバックは、シルバーサイズ、スレッドフィンと共に、文後水道を偵察中だった。ハックルバックの4月6日正午の位置は、北緯32度38分、東計132度22分。 北緯32.633度統計132.367度、32.633132.367と記録された。19時44分、スレッドフィンがレーダーによって5回りの距離に複数の目標を探知した。各潜水艦に対しては潜水艦隊司令部より攻撃より報告を第一とする胸の指令が出ていたので、スレッドフィンは 攻撃を差し控えて浮上したまま追跡しつつ、報告をしたが、やがて振り切られてしまった。スレッドフィンより、南の位置で紹介していたのが、ハックルバックだった。20時28分、ハックルバックはレーダーによって3万ヤードの距離に、目標を発見する。ハックルバックも真珠湾に対して継続して、現在位置の報告を送りながら、敵艦隊への接近を試みた。 ハックルバックはヤマト率いる艦隊から1万3000ヤードの距離に3度接近していた。しかしながら、護衛の駆逐艦によって、魚雷発射可能位置に入ることはできなかった。ヤマトは即座に離脱する様子もなかったが、次第にハックルバックとの距離を広げていき、やがて彼方に姿を消した。直後、司令部から、報告はもう良いから、ヤマトを撃沈せよとの指令が入ったが、 ハックルバックも含め、アメリカ潜水艦がヤマトを捉えることは二度となく、ハックルバックは、ヤマトの姿を見た最後のアメリカ潜水艦となった。22時7分には、レーダーの接触もなくなった。ハックルバックは、ヤマトは205度の方角に22ノットで向かっていると、発信した。4月26日、ハックルバックは51日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。 5月21日、ハックルバックは2回目の紹介で再び、本州海域に向かった。この任務は、日本の本土攻撃を行う、空母艦載機部隊に対する先島諸島沖での救助任務であった。6月22日に墜落機のパイロット、護衛空母、スティーマー米所属の C.P. スミス少佐を救助。7月7日には、商工当初に対して、 B-25 による航空攻撃後、5インチ砲による73発の砲撃を行った。今回の紹介では、水上での敵艦との接触はなかった。7月12日、ハックルバックは49日間の行動を終えて、グアムに帰島した。8月14日、ハックルバックは3回目の紹介で出撃したが、翌8月15日に戦争は終了。 ハックルバックは8月16日にミッドウェイ島に進路を向けた。8月22日、ハックルバックは8日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島した。ハックルバックはミッドウェイ島で2週間を過ごした後帰国の途につき、9月11日にサンフランシスコに到着した。その後1946年3月20日に退役し、メアアイランド海軍造船所で、 予備役となる。1962年11月6日に、アグス -295 に、監種変更される。ハックルバックは1967年3月1日に、除籍され、1968年12月4日に、スクラップとして売却された。ありがとうございます。